初に、壇上の、3名のコーチの球団経営につきまして、三笠取締役 CEO にご説明をさせていただきます。お願いいたします。はい、皆さんお忙しい中お集めいただきありがとうございます。今日は6名 の, 新コーチの会見ということで、まずは、3名ご紹介をさせて、いただきますが、一番向こうの、小川博史さんに関しましては、来期より、まあ、来期というか明日からですね、3軍の監督と、いうようなことで、先ほども小川監督ともお話しましたけども、我々3軍制、敷いた初期にですね、3軍監督をお願いして、まあ、その後1軍2軍のコーチを経て、今フロントのお仕事をしていただいているんですけども、まあ、ホークス球団、私も以前お話しした通り、3軍拡大してですね、ファーム組織を拡大していくというような中で、今まで の, 3軍監督でのご経験であったりだとか、まあ、フロントで我々と一緒に仕事をしてきた経験を生かしてですね、より一層我々のファーム組織の充実を、図るというような意味合いで、適任ではないかというようなことで今回、ご就任いただくことになりました。で、真ん中 の, 村上コーチについては、一軍の打撃コーチということで、藤本新監督のですね、新しい体制のもと、他球団でも経験豊富でですね、まあ、あとは、明るく元気のある熱意のある指導というようなことを期待してですね、来ていただくことになりました。こちらにいる、長谷川新コーチとともにですね、で藤本新監督も、まあ、元は打撃コーチをやっておられた方ですので、まあ、3人、タッグを組んでですね、いい指導をですね、お願いをしたいなというふうに思っております。最後、長谷川コーチについては、まあ、私がご説明するまでもなく、卓越した打撃技術を、持ってですね、今年をもって、現役を引退したというような方でありますが、まあ、今申し上げた通り、藤本監督や村上コーチ、他のコーチとですね、しっかり連携を取って、あとは、まあ、選手を引退してすぐにコーチに就任するというところの難しさもあると思いますが、まあ、一方でですね、選手のが実際本当に練習していく中で考えていたことであったりだとか、そういうところを生で自分で感じたところもあったりだとか、選手、他の選手と話をしてきたりというようなところでですね、そういう経験がすぐにコーチに生かせるという、そういうようなメリットもあると。いうふうに思ってますし、まあ、今までもですね、本当に長谷川選手を慕って、まあ、実質指導を受けてたというような若い選手もおりますので、そういう経験、自分の経験と選手時代の若い選手にアドバイスしてきた経験を生かしてですね、新しいコーチという立場で力を発揮してもらいたいなと思いまして、今回就任をいただいたというようなところであります。長くなりましたが、私の方から経営説明は以上です。はい、ありがとうございます。では、続きまして、一人ずつ、報道関係者の皆様、ファンの皆様に、ご挨拶をさせていただきます。でまず最初に、三軍監督、小川博史、お願いいたします。はい、こんにちは。三軍監督になりました、小川です。まあ若い子をですね、一生懸命、まあ、鍛えてというか、若い子と一緒になって、若い子たちがすぐではなかなか難しいか分かりませんけども、まあ、いずれ一軍で活躍できるような選手を一人でも多く、育てたいと思っております。よろしくお願いします。続いて村上隆之一軍大コーチ、お願いします。こんにちは。福岡県大牟田市出身、地元のチームに戻ってきました村上です。一軍打撃コーチに就任することになりました。明るく元気というところでは、人一倍明るいので、とにかく上昇軍団になるようにもう一度自分の力を発揮して、盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。続
続いて長谷川優也一軍打撃コーチお願いします。一軍打撃コーチに就任することになりました長谷川優也です。すぐに現役を引退してコーチになって、まだまだ右も左もわからないですが、しっかりと選手のために情熱を注いで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続きまして、代表質問の形で説明させていただきます。代表質問を FBS 福岡放送様お願いいたします。はい、では代表で質問させていただきます。まずは小川監督から質問させていただきたいと思います。久しぶりの現場復帰ですけれども、率直に今の心境いかがでしょうか。そうですね、以前本当に今三笠 GM の方から話がありましたように、三軍立ち上げの時に三軍監督した時を思い出して、それよりも今の方がもう環境とかも数段良くなってるんで、そういうのも含めていろいろな環境も変わってきてる中で、とりあえず情熱を持って若い子のために一生懸命頑張ろうと思っております。今年のドラフトは育成ドラフト史上最多の14人を指名しました。背番号3桁の育成選手たちとどう向き合っていきたいと思っていますか。そうですね、親父よりもちょっと上になっちゃうか分かんないんですけども、コミュニケーションといいますかね、会話がいっぱいできるような中で、それはもちろん私だけじゃなくてコーチの皆さんとも、コーチと選手、そういう中でやっぱりそういう意思のやり取りというんですかね、キャッチボールというか、そういう会話をいっぱいできるような環境の中でやっていきたいなと思っております。中田コーチ、そして木所コーチが三軍コーチに新任しましたが、どんな働きを期待しますか。やっぱり若いんで、私はそんな体を動かせないと思うんですけども、体となんていうんですかね、そういう若さで選手たちに近いというところでね、一生懸命選手と、兄貴的な存在になってもらって、一緒になってやっていただけたらなと思います。ありがとうございました。続きまして村上コーチお願いします。お帰りなさい。初めての地元福岡のチームです。ホークスのユニフォームを着ることになりますけれども、率直な心境いかがでしょうか。一言に嬉しいですね。やはり地元に戻ってきたいというのがありましたし、九州弁で話せるのも楽になりますし、本当に地元福岡っていうチーム、本当に強くしていきたいなと、もともと強いんですけれど、もう一つ自分も一員となってもう一度輝くようなチームにできればなと思っております。今シーズンまでは中日のコーチでしたけれども、外から見たホークスというチームの印象はいかがでしょうか。いや、もう育成システムもしっかりしているチームで、素晴らしいチームだっていうのは思っていました。で、元気のあるチームだなっていうのはあったんですけれども、今年に限ってちょっとおとなしくなったのかなっていうのは、やはり成績にもつながっているように、その辺がちょっと違ったようには見えたので、元気だけ、暑さだけは僕も人一倍ありますので、その辺を前面に出していこうかなと、暑苦しくならない程度にやろうと思います。早速秋のキャンプが始まりますけれども、どんな指導を見せていきたいと思ってますか。まずは個々の対話をしながら、まず知らないところに入りますので、まず選手をじっくりと見て、で長谷川コーチ、藤本監督と対応しながらですね、で選手にも話を聞きながら、弱点というかそういうところをきっちりと見つめて気づかせれるような練習をしたいと思います。ありがとうございました。続きまして長谷川コーチお願いいたします。はい、よろしくお願いします。現役引退直後、一軍のコーチという打診を受けましてどう思いましたか。そうですね、非常に嬉しかったのもありますし、でも指導経験がないので不安も多少はありましたけれども、これまでの自分の姿、そういった部分を評価してもらっての一軍打撃コーチだと思うので、今まで通りやっていきたいなと思います。藤本新監督とは何か話をされましたか。
いや直接まだ話はしてないですけども、あの2軍に いた頃などは、まあ、打撃についてはあの話をすることはありました。まあ、現役時代から多くの若手選手にアドバイスを送っていて、そして明日から秋のキャンプインですけれども、具体的にどんなことを教えていきたいと思っていますか？そうですね、今村上コーチも言ってましたが、まずはしっかりと見て、やっぱり、見られてないと、まあ、それを選手が、ね、しっかり見てくれてると思ったら、その僕の言った言葉が選手もしっかりと伝わるだろうし、まずはしっかりと選手を見て、その中で、しっかりとコミュニケーションを取りながら、やっていきたいと思います。まあ、現役を引退されてすぐコーチということで、選手たちとの距離感というのがちょっと難しいのかなと思いますが、そのあたりいかがでしょうか？そうですね、あまりそこまで深くは考えてなかったですけども、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、今まで通りの姿でやっていきながら、これまでは自分のだけだったんですけれども、あの全体を見ながら、各バッターのこともしっかり見ていかないといけないので、まあ、やることは増えるかなと思うんですけども、まあ、しっかり頑張りたいと思います。最後に長谷川コーチはノックの自信のほどはいかがでしょうか？ノックは多分打つことはないと思うので大丈夫ですけど、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。